どうもタビアンです。お祭り始まりますよ。ファミスタ93第19戦、セリーグパリーグの12球団倒しましたナムコスターズで全チームに勝利を目指す。あとはね、最強の3チームと対戦したいと思います。まずはオールセントラル行きましょう。六甲山で巨人の斉藤さんか、アピの絶好調。どうしよっかな、左バッター並べた方がいいかな。ピノ、マッピー、サンドラ、ワギャンか。まさかのパック5番降格。アルバが守備固めで変わるんで、こんな感じかな。行くぞ。2番3番調子いいの？なんかヤクルト多くない？プレイボール。キャッチャーは古田さんか。まあ当然そうだろうね。さあ1番ピノ。巨人の斉藤さん打ちづらいんだよね、横投げで。やばい、三球三振やるな。まあ、右の斉藤さんだから左がね、左バッターが頑張ってほしい。もうサンドラ調子がいいからね。一球、一球入魂。それピッチャー側が言うことか。くそー、うちの上位打線か。いや、今までそれぞれのチームを相手にしてきたけど、オールセントラルはまずは飯田さん、翔太さん、広島。これはどうだ。あー、セーフか。走ってくるか池山さん、ヤクルト池山。ボール1個の出し入れで、あ、守備変えるの忘れてる。守備変えるの忘れてる。交代、古田さんのとこか。アルバに変えてスカイ。いやー、取れるか。ナイスー、スカイに変えてよかった。いや、普通取れないよあのボール。4番ワギャン、左右に動かしてちょっと混乱させようかな。くわー、左バッター並べたのに。パック、5番に降格。パック斉藤さん打てる気がしない。6番ギャング、手のつけどころがないね。アウトじゃない、セーフか。原さん、ここは巨人なんだね。オラオライスカイ。あ、阪神八木さん。いやー、これピノアウトできるでしょ。オッケー、ピノとスカイにとっては外野も内野みたいなもん。守備範囲だからね。いやー、なんとか守りました。斉藤さんをなんとかしないとどうしようもねえこれ。バットに当てるので精一杯で、狙い撃つっていうのはできない感じだね。
キャッチャーフライ多いな。9番アイ。あーこれカンパーフェクトピッチングじゃないか。1周目、1巡目、ピッチャーだからストレート中心でいってんのか。そうでもないな、三振取りに来てんな。取りに来てるね。簡単には三振しないぜ左バッター。あ、だんだん合ってきてるよ。なあ、やられた。3つ目の三振。斉藤さんもちろん続投だよね。ほらほら、さあこっから怖い2巡目が始まる。飯田さん、あーうまく打たれた。盗塁してくるか、してこない。いやーこれピノ、よし、ツーアウト。池山さん、うわー、いけ振ってるな、バット振ってる。よっしゃー、清掃お疲れ様です。ピノ、なんとかバットに当ててくれ。もしこれ落ちるか、あーっとちょっと飛びすぎた。ピノは調子がよっ、バット振らない方がいいよね転がしたいからね。禁断のバント封印解くかもねやられた。サンドラ、バントでもまあ 100% 成功するわけじゃないからね。まあ外野に飛ばしてほしいね。いやノーヒットか、今だ。うん、そうでしょスカイを超えるのはよっぽどだね。ゲッツーコース。原さん、ゲッツーコース。あそこでエラーかよー。俺はピンチ、アイ、スタミナ1、ピッチャー交代だな。鈴鹿、ほらほらほら、ほらほらほら、すごいボールが飛ん、レーザービームが。いやー、なんとか守りきりました。さあ斉藤さん何回まで投げるんだろう。疲れてからが勝負だ。疲れたピッチャーを打つのには定評がありますからね私自慢じゃないけど、それで阪神も倒したんだ。うわ、5番、パック、うーん、5番になってちょっとプレッシャーからはね、解かれて、パック活躍してほしいけど。一番バッターパックぐらいのチームだったらなすごいチームなんだけど。くー、6個目の三振。斉藤さん続投か、ここで変えてほしいけどね。ほらほら、いい、おっとピノ、皆さんの打球に勢いはない。翔太さん、ジャンプ、ナイスキャッチナイスジャンプ。下位打線か、2巡目もパーフェクトピッチング。ちょっと球威落ちたか、ツーストライクまでちょっと手出すのやめようか、この回は。さあこっから確実にストライクだけ振る、ストライクからね。
斉藤さんをちょっと楽させてはいけない。多く落ちない、楽にね、ワンアウト取らせないように。ツーストライク。いや今の入ってたよね、ナイスカット。いやーやられた。いっちゃ変えづらいな。斉藤さんが頑張ってるからの、ピッチャーが全部残ってるんだもんね、後続がね。厳しい戦い。ツーストライク。8つ目の三振。向こうは三振ゼロか。続かスタミナ、うーん、変えるか。スイート。ゲーマさん、ナイス、ナイスプレイ。ワギャン古田さん、怖いな投げるの。ワギャンのとこに行くよね、古田さん。ちょっと反応が遅れたけど、よし、ナイスプレイ。しかしノーヒットノーランやられております。ピノ、あ、疲れた、ここ勝負だ、この回決めるぞ。ストライクだけ早いな。嘘でしょピノ、打っちゃった。アッピー初球から内野安打いけるか。うわ、まだでも球威落ちてきてるから、おお、130キロかまだ。いやいやいや、打ち気バレてる、サンドラの打ち気をそがれて三者凡退。さあ厳しくなってきたね、スタミナスイート3。じゃあ帰るか。 FA。 いや助かった。いや裏の攻撃だから、ナイスキャッチ。一発ホームランで終わりだからね、さよならだからね、このままいっても。さあ1点勝負、斉藤さん続投なんだ。よし、これ9回まで行くかもな。また阪神の二の舞になるよこれ。監督の手腕がねないからね、系統がないから。バケン絶対ストライク来るから、うわー、ホームランしてほしかったな。ワーギャン今の必ず来る。お、完全に疲れたね斉藤さん。いやー打ち損じたな、そこホームラン欲しかった。いつピッチャー変わってもおかしくないからね。あ、ここはもう代打行こうか、ギャングのとこ。ビタミーナ、いやこの1打席大事、ホームラン行く、狙う。なぜ、いやーこれでピッチャー交代するか、ノーヒットノーランなのに。あ、交代しないんだ。うわ9回も9回も斉藤さん、いやいやオールスターの雰囲気全然ないよね。いやー取れなかった、やーべえ。ピッチャー交代するか、ピッチャー交代だね。 FAバブル、あ、スイッチヒッター、やられた。このランナーよし、もらった、ナイスディフェンス。さあ9回の攻防、
斉藤さん続投。いやー正面だったね。スカイのどこか、うわーこれは帰れないな。いやー当たりいいんだけど超えたか、ラッキーゾーンに。あこれアウトだ、戻れ。ラッキーゾーンに突入。あピッチャー交代だね、これ代打だね。そうだね、タロスケ行くか。盗塁できんじゃね。オッケー、三塁も行けそうだけどね。エンドランか。いやー打ってこれはタッチアップ、セーフ。そしてピノか。あデッドボールだねこれ。おいマッピー、ピノは当然二塁に行って、さあマッピー決めろ。あデッドボール、おおいやー取られてしまった。うわただ1安打ノーヒットノーランはなくしましたよ。ワースタ、お互い守備がね安定してるから0対0で9回裏まで来るの、いやー一発でさよならか。どうしてこの古田さんに回るかな。よーし、さあ延長行こうじゃないか。よっしゃ延長、初めてかも。あ夕日に、夕日になってるね。あ掃除するんだ、清掃してくれるんだね延長になったら。さあサンドラ、打つ。いや斉藤さん続投するんかい、気持ちいいねこれ。いやこれはもうビッグイニングにしないと。どうだ、言っただろ、入るか入るか、入らない。わーぎゃーん、しっかりしてくれよ。あこれデッドボールだね、もうランナーバック決めてくれ、素振りしとこう。いやーそれ取られる、パック何してる。もう最後まで付き合うよこれは、絶対勝ちたい。マスターちょっと待って、スタミナ2か。いやいやいや向こうめちゃくちゃピッチャーいるからね。あと1試合できるぐらいいるよ。圧倒的不利だなこれ、延長が続いたら。こっちは一発でね、まいた、さよならのランナーが出ました。あピッチャー疲れた、ピッチャー交代、もうエッグしかいません。うそでしょ、抑えの切り札エッグ打たれてしまいました、さよなら。まあ打線が斉藤さんに完封されたの、いやいやいや完封どころか延長まで抑えられて完敗でした。オールセントラルの強さね、次回も戦いたいと思います。阪神9つあっぱれ斉藤、次回もお楽しみに。嫌だ嫌だねこの音楽。